穏やかな板島の海を走る小さな赤い船。乗っているのはどうも穏やかではないこの2人。これ新企画なんですよね。そうなんですよ。実は去年1年間は牡蠣を育てるということで一生懸命尽力していただきましたけれども、はい、我々新シリーズ、はい、ついに次のフェーズに取り組もうと思ってます。次のフェーズ、実は新シリーズ日本初の牡蠣殻を使った番組に挑戦しようと思っています。牡蠣殻を使った番組？攻めえ攻めえよ。この番組は瀬戸内海を豊かな海にするためにお笑い芸人コットンがふざけたり真面目に取り組みながら頑張る姿を追う、おそらく日本初かもしれない牡蠣殻番組なのです。パリで行われているオリンピックよりも熱くて騒がしい瀬戸内コットン、始まりますよ。よし、コットン号発進。よっしゃー、よし、この船で渡るぞ海を。よっしゃー、思いっきり牽引されてる。おい、何があったんだお前。これ初回すごいことになってるよ。こうならないよね、大丈夫。新たなる冒険の始まり。でも引っ張られてますってどういうこと？そんなことより、この赤い船は何なんでしょうか？それは今から遡ること1時間前のこと。なんとコットンに船を提供したいという嘘みたいな話が。半信半疑で向かった場所に待っていたのは海賊の船長のような新本社長。なんだかとっても怪しいですね。僕らの船？これ？これは免許がいる。これ免許いるんですか？いるいる。これじゃなくてどれ？あの横にあるもん。サイドカーじゃんあれ。ちっちゃいけど。いや、井の頭公園のスワンボートじゃねえ。ちょっと待って、行ってみよう行ってみよう。あ、でもハンドルついてるぞ。何、かわいい色、なんやこれ。あ、めっちゃいいぞ。うわ、すげえ。めっちゃちゃんとしとる。かわいい。この船 3.3 メートル以下で2馬力以下なので船舶免許は不要。コットンは新たなる海のアイテムを手に入れたはずなのですが。社長、これくれるんですか？200万もらえりゃ。話が違うじゃん。俺聞いてた話違うよ。社長。いよいよ船で。コットン船があればどこだって行けるのです。いらっしゃい。おー、うわー、すげー。あ、これがいっぱい来られてる。これが今マックスのスピードですか？これマックス。大波小波も何のその。運転もこのハンドル回すだけですか？これマックス。遅いかも。新たなる大冒険の強力な相棒、それがこのコットン船。どうですか、良かったですか？そうですね、なかなかゆったりな運転で、はい、社長、これどっか移動するは日くれるかもしれない。大丈夫大丈夫、社長、ご案内だけで。あと隣にタンカー来たら俺ら座礁しませんか？大丈夫。ほんま？助けてくれますよ。社長、まあ大丈夫できる。なるほどなるほど。これで仲間増やせるかな。ちょっと運転してみていいですか？やってみてください。そんなことばっかり言ってるので、やっぱりコットン船のご機嫌が。とりあえずこれ修理に出しに行くとこから始まる。ごめんって、お願い。あの自分 の、 あの手の長さ覚えて、そろそろ。俺今顎開いちゃってたから。その後も懸命に動かそうとするものの、
コットン船の機嫌は治ることもなく、牽引かなということで、まさかの牽引。大冒険は波乱の幕開けとなったのでした。しかしそんな中、二人は思い出していたのです。ここ江田島湾で挑んだ海の出来事。それはやっぱ牡蠣湾ですよ。牡蠣一から育てるのを手伝わせてもらって、本当に貴重な経験をさせてもらいましたよ。牡蠣湾グランプリとは、全国の牡蠣生産者が集まり、一番うまい牡蠣を決める牡蠣猛者たちの戦い。今年の2月に東京の豊洲市場で開催され、2人とも生産者として参加しました。タッグを組んだのは江田島で牡蠣を育てる門林さん。それは1年半前のこと。来年2月に牡蠣湾グランプリってある。牡蠣の日本一を決める大会が。一緒に出よう。それは、俺らトリオで動くってことですよね。トリオで動く。うわ、じゃあちょっとトリオの名前なんか決めんと。いや、任せるよ。得意でしょ。オイスターコットンでどうでしょう。オッケー。あ、いいじゃない、うん、それでいきましょう。来年の2月、2月、牡蠣湾グランプリ、牡蠣湾グランプリ優勝目指して、目指す、頑張りましょう。お願いします。よっしゃ、うわ、来たよ。こうしてオイスターコットンを育てることに。でも知らないことばかり。これ赤ちゃんたち。これ赤ちゃんですね。全部。どれが赤ちゃん。これ牡蠣です。あ、これ、この黒いの。わあ、すげえ。ようけつきおるわ。でもここにあると、看板の差を利用して餌を取れる牡蠣と取れない牡蠣で、どん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 強い牡蠣だけが残っていくの。はいはいはい、そうなったら100あるのが50になって、最終的には裏表30コールぐらいしか牡蠣がならない。これはだから牡蠣湾に出すやつですよね。これはオイスターコットンになる種です。やば。二人は知りませんでした。牡蠣の仕事は過酷で地道な作業だということも。1、よら、いやあ、はいねえ、うそ、お前こんなんでへこたれよったら、お前牡蠣作れんで。はい、すいませんねえ。いやあ、キョンさん想像以上に大変だね。これはこれすごいわ。なんか当たり前のように牡蠣を食ってた、ここまでの背景が見えたらもっと美味しく食べれるわな。あ、ありがたいわ。牡蠣は作るものではなく育てるもの。日々成長を続ける牡蠣にたっぷりの愛情を注ぎ、ついに究極のオイスターコットンが完成したのです。だからこそ、他のどんな牡蠣よりもうまい、負けるはずがないのです。優勝マジかよ。俺自然ともトロフィー持っとる。本当だ、見えたわ、トロフィー持っとる。見えた見えた。そして自信満々で乗り込んだ牡蠣湾グランプリ。こんにちは。よーし、違う違う違う、どうした、どうした、どうした、これ本当にボケが通じる現場ですか。本当大丈夫だよね。笑いの勝率の空気なのよ。コットンが出場した生食部門のエントリーは32組。審査は出品した生産者全員で行い、作りたいと思う牡蠣に投票。上位16組が準決勝に進みます。全部美味しいです。やっぱり全部いいです。はい、誰が勝ってもおかしくないと思います。そして西村さんも審査員として4つの牡蠣を審査。確信したのは、ぶっちゃけ負ける気しないっすよ。今一個ずば抜けてほしいのあって、あのタク、それ以外ちょっと負ける気しなかったっす。はい、そして運命の結果発表。
オイスターコットンの名前が呼ばれれば予選通過です。いきなりだ、いきなりだ。まだ来てない、まだ来てない、まだある、まだある。播磨長様、吉田英太様、半分いった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 、半分、あと半分。和田島美咲の一番様、そしてまさかの結末が待っていた。いいわ、一番決勝行きたい。え、来た。あ、警戒だ。めっちゃ警戒。あ、笑ってる笑ってる。え、ちょっと待って。結果出ました。ちょっと待ってちょっと待って。ちょっと待って。結果出ました。はい。はい、門林水さん。はい。え、ちょっと待って、怖い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 。結果は。はい。予選落ちです。こうして柿1グランプリの戦いは幕を下ろしたのでした。しかし実はまだ続きがあったんです。それは柿1グランプリ終了後の出来事。今回ちょっと柿1グランプリでは振るわなかったけど、でも美味しい柿じゃないですか。絶対自信ある。だからちょっと広島の皆さんに食べてもらうようになんかしたいですね。しよう。え、しましょうか。どうする？何が一番いい？もう柿小屋、柿小屋オープン。やっぱり柿小屋コットンだけ。そうですよ。我々もその時来ますから、もうみんなに食べてほしいですやっぱ。ということで、豊洲の悲劇から1ヶ月、念願の柿小屋コットンをオープン。集まった人たちにオイスターコットンを振る舞ったのでした。その中で登場したのが牡蠣を焼くコンロ。実はある秘密が隠されていたのです。なんと日本初であろう牡蠣専用バーベキューコンロの試作に入りまして、なんと、はいはい、その試作が出来上がったという連絡があったんです。すげえ、マジっすか、はい、おそらく日本初かもしれない牡蠣専用のバーベキューコンロ。制作に協力してくれたのが東広島市にあるハイマックス。今試作段階ですか。そうですそうです。なるほど。だからまだ本当の形になったな、はいはい、ということでいろいろご意見をお伺いして、で初めて焼くので僕も分かんないんですよ。そこはじゃどうなるか分からない。分かんない。じゃあ焼けないかもしれない。社長どっちか分かんないけど結構ここまで来ましたよ、東京の方から。牡蠣専用バーベキューコンロの開発は海ではなく山の中で秘密裏に進められたのでした。これです。これこれが牡蠣焼き。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいよ。社長ありがとうございました。社長何を話す。いやいや、ちょっと待ってください。ねえ、スタッフにちょっと組み立てさせてもらって。組み立てるんだ。これお願いします。すいません。コンセプトは持ち運びができるっていうのも。なるほど。ポータビリティ。そうですそうです。え、これ組み立ても初めてなんですか。そうですよ。そうですね。え、組み立て嘘やん。組み立ても初めてな。そうなの。おもろ。こんな感じで。うわ、でもちょっとスタイリッシュだな、かなり。うんうん。でここに網を置いて牡蠣を入れる。うわー、めっちゃいいじゃない。社長今のところ最高です。 ありがとうございます。これでもちょっと牡蠣専用じゃない気はするんですけど、これからいろいろアイデアをいただいて牡蠣、はあ、に特化したものを。じゃあ今まだ牡蠣専用ではないんですね。でもまあ牡蠣は焼けます。牡蠣は焼ける。牡蠣も牡蠣もダメなんです。牡蠣専用って聞いて
1時間半ぐらいかけてここ来たんです、マネーの隣にこんな弱い人出てきたな志願者。実際に牡蠣を焼いてみることで明らかになる問題、日本でも類を見ない牡蠣専用コンロは難題ばかりだったのです。やっぱね、牡蠣がね、グラグラするんよ、ちょっと網じゃったらね。一つ目の課題は焼き方。網の上だと牡蠣が傾いてしまい、旨味の汁がこぼれてしまいます。さらに破裂する牡蠣で火傷を防止するために蓋が必要となりました。この課題を解決するためにハイマックスが誇る職人の知恵と技を結集。試作第2弾は溶接・塗装技術を生かし熱に強くスタイリッシュな見た目に変更。さらに掛け小屋コットンの文字の切り抜きには板金加工技術が冴え渡りました。最も難題だったのが倒れない牡蠣の焼き方。社長自ら試行錯誤を繰り返しました。こうして牡蠣専用バーベキューコンロが完成。牡蠣を固定して焼くアイデアは美味しい牡蠣を食べてほしいと願う職人の意地なのです。いや超かっこいいっすよね、本当にね。色もめっちゃいいね。ちょっとブラックでマットな感じでね、最高ですよ。本当ありがとうございます、IMAXさん。IMAXさんすごい。そんな牡蠣専用バーベキューコンロで焼くオイスターコットンは格別です。どうですか、オイスターコットンは。あ、でも大きくて美味しいです。オイスターコットンどうですか。めちゃめちゃ美味しい。嬉しい。しかし美味しかっただけでは済まされない、ある問題が起きていたのです。え、マジで。コットンに突きつけられたのは今社会問題にもなっている深刻な事態。あの牡蠣小屋コットンで出た大量の牡蠣殻ですよね。あ、柄、はい、あの牡蠣殻を手にどうされるつもりなんですよ。え、どうされるつもりっていうのは、殻も俺らの。あの、まさかこれ誰かが処理してくれてるとかお思いだったんですか。いや、まあちょっとごめんなさい、その牡蠣殻は正直業者の方が回収してくれたんかなと思ってました。すいません、そこはちょっと抜けてましたね。そうでしょ。あの、お二人はあの牡蠣ワングランプリも生産者としてご出場されて、生産者たるものは最後の牡蠣殻の処理までするっていうのは、まあ基本中の基本ですよね、おそらく。あ、うわ、そうなんだ。いや、ちょっとそこら辺抜けてましたわ。ちょっと本当にわからないところで。牡蠣殻が今余ってんだ。牡蠣大国広島で起きている大問題、それは牡蠣殻が余って処理が追いつかないということ。ならば厄介者と言われている牡蠣殻を何とかしたいということでですね、はい、我々新シリーズ日本初のバラエティに挑戦しようと思っています。日本初のバラエティ、何それ。これはもう鉄腕ダッシュでも所さんのメガテンでもダーウィンが来たでも間違いなく取り扱ってないネタですね。え、マジで。我々は、はい、お二人が残してしまった牡蠣殻、はいはい、その牡蠣殻を使った番組に挑戦しようと思っています。牡蠣殻を使った番組。攻めよ。日本初の牡蠣殻バラエティに挑戦していきます。ちょっと待って、無理。牡蠣殻全2話、題して牡蠣殻王に俺はなるです。ちょっと待ってください、意味がわからない。牡蠣殻王に俺はなるですじゃなくて、ワンピースで言いますと、はい、グランドラインへ突入して新世界へ行くという感じですね。これグランドライン無理かもしれない。これはもしかしたらこの船だとね、瀬戸内海沖がギリ。次回コットン徒歩で海に出る。これ何、俺もしかして古墳とか掘り当てたんじゃない。やったぞ。かつてはたくさんいたあの生き物が激減していた。マジで何、どういうこと、今何が起きとんや。今瀬戸内海を襲う危機とは一体。次回もお楽しみに。コットン号発進。よっしゃー。